皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、映像授業を見ることで参考書の代わりになるのかという話をしてみたいと思います。まあ皆さんね、僕がまあいつも発信している内容をご存知だと思うので、まあ正直結論はなんとなくお分かりだと思うんですけど、もちろんね、なりません。はい。映像授業を見たからといって、まあ参考書とか問題集の代わりに完全になるのかというと、やはりならないというのが僕の持論なんですね。で、今日はそれがなぜかという話をですね、いくつかのパートに分けてお話をしていきたいと思います。まず最初にですね、まあ参考書とか映像授業ってものの前に、まず見るね、人間が見て何かをインプットするっていうことと、読んで何かをインプットすることの違いについてお話をしてみたいと思うんですね。当たり前なんですけども、見て、もしくは音を聞いて、勉強するという場合は、まあ、何かをしながらですね、それを行うことが場合によってはできてしまいます。例えば皆さんも、まあ、僕のねこのチャンネルをなんとなくこうね聞き流していたりとか、もしくはね例えば移動中にたまに聞くんですけど、イヤホンで聞いてて、まあ映像は見てないですみたいな方もたまにいらっしゃるんですね。まあ別にですね、僕は何か映像に出てきたからといってすごい面白いことをねしてるわけじゃないので、確かにね、まあ音声中心にご利用いただいている方も全然ね有効活用いただいてるんじゃないかと思うんですが、まあ実際ですね、これが読むものになった場合は当たり前ですけど、自分がそちらに集中を向けないといけませんよね。まあよくですね、まあ主婦の方なんかが、まあ料理をしながらね、こう YouTube チャンネルをまあ流してるなんてこともあると思いますし、まあ YouTube がね出る前はテレビを見ながら料理をするなんてことも、まあ今でもねされてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ主流だったと思います。でそれはなぜかというと、まあ、映像はね勝手に一方的に流れてきますから、自分がねそこに集中を払わなくても情報はなんとなく入ってくるわけですね。で例えば料理なんかしているとこう火を使ったりとかね、包丁なんか使ったりするときはちょっと集中を要しますから、そういうときは少しねこう無意識的に、別の外からの情報を若干まあシャットアウトしたりとか、薄めることによって、まあ、手元の作業に集中するということが可能なわけですね。でこれは裏を返すと、そのね情報の発信源に対してずっと注意を向けていなくても、まあやれてしまうってことにもなるわけです。まあ僕自身もですね、まあ高校の時に、まあ映像授業を受けたことありますし、まあ今でもね、動画見てくださっている方はご存知だと思うんですけども、まあ放送大学なんかもね、使っているんで、まあ一方的なね、こう情報の受け取り手であることは違いないと思うんですけれども、でやっぱりね、本を読む時っていうのはやっぱ集中してないといけないので、なんかね、こうダラーっとしながら、なんとなく本を読むってことってなかなか難しくて、やっぱり自分でね、こう集中を向けて、一個一個ね、頭の中でこう文字をね、読みながら進めていかないといけないということなんですよ。で、これは結局、裏返すと何なのかっていうのが、まあ、次のパートでお話したいことなんですけれども、そもそもじゃあインプットにはどんな種類があるのかってことなんです。そうするとやっぱり読むね、そして聞く、そしてこの大きくこの2つですよね。ただこの読むというものが一般的には文字を読むっていうことと、あとはですね、今は映像が主流になってきているので見るね、なんとなくその映像を見るという意味での見るというものも入ってくるわけです。そうなると見ると読むだとやっぱり読むの方が負荷が高いんですよ。で聞くと読むもそうですよね。聞くときは例えば一方的に話をねこう聞いてしまうこともできるし、例えば自分の集中力がそれたら止めることもできたりね、映像だったらするので、まあ利便性で言えば昔よりもかなり向上しているとは思います。ただ実際はですね、聞くっていうのもやっぱり一方的に情報を受け取るだけなので、その情報取得の負荷が低いということなんですね。でその時に実際じゃあその情報取得の負荷が低い勉強と、じゃあ負荷が高い勉強ね、これどっちをやっていくべきなのかということなんですよ。でここからがね僕が言いたいことなんですけども、必ずしもね全てを負荷が高い勉強に最初からする必要は僕はないと思っています。なんでかというと、やっぱり勉強習慣がない人とか受験勉強に慣れていない人にとっては、高いね負荷の勉強というのはなかなか続かなかったり、集中力が切れてしまうことってあると思います。特に例えばね、なんとなくその文字の読むというものの中にもいろんな種類のものがあります。例えば同じ読むでも、例えば漫画ね、日本の歴史とか世界の歴史なんか今漫画で読めますよね。そういうものっていうのはもちろん集中力を払わないと進んでいけないので、まあなんとなくね映像垂れ流して見てるよりは負荷が高いけれども、それなりに負荷が低い本になります。一方で例えば実況中継シリーズのような、講義口調でね、こう説明口調で書いてくださってるものなんかは、まあもちろんね負荷は結構高いんだけれども、負荷が高いところの中では比較的読みやすいものになってます。さらに言うと、もう一個レベルを上げると、例えば教科書ですよね。教科書とかって、まあ、結構事実がこうね、こう端的にまとまって書かれているので、まあ、もちろん素晴らしい教材だと思うんですけど、まあ、皆さんも経験あると思うんですけど、それこそ、まあ、歴史の教科書とかね、読んでいると、なんとなくこうスト
ストーリーが入ってなくて眠くなっちゃうなみたいな経験、皆さんもあると思うんですね。で、決してそれは教科書が悪いんじゃなくて、逆に言うと端的に事実をね、うまくまとめてくださっているので、より能動的に、あ、これってこうだよなって、こう頭を働かせながら読まないと、読み込んでいけない、まあ、飽きてしまうってことにもなるわけです。ね、でさらにもう一歩進めば、やはり問題集ですよね。自分で解いて、ね、答えを書いてね、丸付けして、ね、なんでこれこうできなかったんだろうかなっていうのをチェックしていかないと、そもそも進めないっていうものもあります。なので、読むというものの中にも、いろんな範囲のものがあるんですよね。なので、単純に読むだったら何でもいいわけでもないし、ね、そういうことが言えるんですけれども、まあ、実際ですね、勉強が最初、始めたばっかりの頃は、いきなりね、問題集をゴリゴリ進めるっていうのはやはり厳しくて、最初の頃は、例えば映像授業中心だったり、読むの中でも比較的読みやすいもの、さっき言ったような、やっぱ講義口調のものであったりとか、もしくはね、英単語のような、確かにこう、事実ベースで返して、であるんだけれども、まあ、自分のペースで、まあ、進みやすいような勉強、こういうところから、まあ、始めていくっていうのが、やはりね、受験勉強でも、まあ、王道なのかなと思います。そして、まあ、もともとね、そういう勉強に慣れている方とか、勉強習慣がついてきて、ね、何時間も勉強し続けるのが、だんだん苦ではなくなってきたような人にとっては、だんだんとそのフェーズを移行して、例えばね、まあ、インプットもなるべく講義口調の文字ベースで集中を要して勉強するようにしていくとか、なんならね、教科書とかにチャレンジしてみる、ね、あとはアウトプット用教材として問題集もどんどん併用していく、そういう勉強にどんどんずらしていくべきだと僕は思います。で、当たり前なんですけれども、インプットを行う際に、負荷が低いことと負荷が高いこと、どちらの方がやはりインプットになるのかっていうと、基本的には負荷が高い方がなりますよね。で、これなんで基本的にはという枕言葉をつけたのかというと、さっき言ったように、慣れないものをやっても効率は上がっていかないからです。その意味で言えば、ね、例えば1時間の勉強時間の間に、なるべく効率よくね、読むという勉強とかをどんどん進めていこうとした場合は、当然教科書のようなものとか、場合によってはまあ問題集、まあ問題集はね、各的な勉強も入ってきますけども、そういったものにチャレンジした方がいいに決まってるんですよ。ただ、それはさっき言ったように慣れない人がいきなりやっても、集中ができなかったり、勉強時間が続かないので、必ずしも一番効率がいいかって言われるとそうではないわけです。ですから僕は別に映像授業が否定されてるとは思っていなくて、やっぱり最初の頃、まあ初学だったりとか苦手な科目だったりとかで、まあやりにくいって人はね、いると思うんですよ。だからそういう方は映像授業とかをどんどん活用すべきだと思うし、まあ場合によっては、まあちょっとね、チャレンジできるよって人はその読み手というか、そのね、講義を受けているような、まあ形で進んでいくような参考書、実況中継のようなものっていうのを、まあ使っていくのはいいのかなというふうに思います。ただですね、だんだん勉強が慣れてきたら、負荷が高いものに移行していく必要があるんですね。それはやはり勉強の効率とか1時間あたりの得られる情報の量っていうのがやはり段違いになってきますので、だんだんとそっちに移行してほしいなというふうに思います。たまにですね、まあ今言ったような話の中でね、なるべく学習負荷が高いものをやるべきだ、学習負荷が低いものはやるべきじゃないっていうふうにおっしゃる方がいるんです。で、それは確かに多分その方がですね、もともと勉強の習慣があったりとか、勉強に耐えられるね、まあ能力がある、そういう方の場合は最初から高い負荷の学習でいいと思います。だけどやっぱり世の中全部で見たときに全くそんなことはないわけですね。やっぱりさっき言ったように最初からだとね、それこそね、じゃあ日本史のね、山川の教科書をお渡しして、はい、読んどいてと、ね、じゃあ1ヶ月後にテストするからって言われても、それで進める人ってやっぱなかなかいないわけですよね。であれば、例えばね、まあ、スタディサプリちょっと1ヶ月で見切れるかっていうのともかく、まあ、じゃあね、スタディサプリ見てもらって、じゃあ週に何コマずつ詰めていこうね、みたいな形の方が、まあ、着実に進んでいける方がいるってことも、これまた事実なんですよね。やはり、勉強っていうのは人それぞれ状況とか、得意不得意、好き嫌いっていうのは違いますので、まあ、その人に合ったやり方でやっていけばいいとは思います。なので、今日の話、もう一回ね、冒頭に戻ると、じゃあ実際に、ね、映像授業を使ったことで、参考書とか、そのね、読む勉強の代わりに全部なるのかというと、やはりならないという結論になってくるわけですね。はい。ただ、まあ、逆にね、その負荷が高い勉強だけやるべきなのかというと、必ずしもそうではないということも事実。なので、ぜひね、今日の話を参考に、今自分がやっている勉強の負荷はどれぐらいなのか、ね、慣れている勉強があるのであれば、なるべく高い負荷の方に移行した方がいいよってことを、よく理解して進んでいただければなというふうに思います。最後に補足しておきますけれども、もちろん上京したいってことはあると思います。例えば、まあ、東大志望の方ね、まあ、かなり勉強に慣れてて、まあ、普通はね、負荷が高い勉強をしているけれども、例えば部分的にね、この東大対策のこの分野だけ、ちょっと映像を見てみようかなとかね、そういうね講習とか授業に参加してみようかな、別にそれはねこう一部分的なものというのは別に取り入れても僕は決して悪いことはないと思いますし、やはり本では得られない情報っていうのがね、現場の講義とか映像で、まあ、存在するケースもありますので、まあ、その時その時でねうまく使い分けていただければなと思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。